皆さん、こんにちは。ケイエモンオトでございます、えー。今日はですね、足の,あのお勉強をですね、皆さんと一緒にシェアしたいなと思ってですね、動画を撮影しております。今日は足のアーチについてです。足のアーチはですね、一旦落ちると元に戻らないっていうのが、まあ、僕の臨床の経験上の残念ながら、 まあそういうところなんですけどもよくその扁平足なっちゃったらタオルギャザーをしましょうつって足の指を、ね、よく使いましょうってやったりするんですけども、えー、足の指をくねくねやったところで、えー、実際にアーチが復活した人に会ったことがないっていうかまあ一生懸命僕もですねタオルギャザーの宿題を出させてですね、まあ、使わせ足の指を使わせれば復活してくるのかなと思って。 え20年ぐらい前とかねずっとやってたんですけども残念ながらですねアーチが復活した人は今のところ一人もいませんえー、これはですね臨床やってる人であれば皆さん知っていることじゃないかなというふうに思いますえー、測定板を入れたりしてねまあアーチを作ろうっていう受けをしたとしたしたとしても測定板外しちゃったらまたふにゃって戻っちゃうっていう パターンが多いと思うし、だから、アーチが潰れない、今、アーチがある人であれば、アーチを潰れないようにですね、してほしいなっていうのが、まあ、あの考えです。で、えー、唯一ですね、まあ、足を、足をつま先立ちになると、この巻き上げ機構といってですね、まあ、専門用語で、ウィンドラス機構といってですね、まあ、船の怒りを、怒りをこう、船に引っ張り上げるときに、 えー、それがウィンドラスっていうことらしいんですけどもウィンドラス機構っていうのがうこのねあの足の指をこう指,指立ちになった時につまり歩く時にまあトゥーオフっていうのかな、まあ、こういう蹴り,蹴り出す直前だから指がこう反るじゃないですか。ねこの時がウィンドラス機構っていってその時に、えー、測定腱膜がですねあの親指の方にあの指の方に引っ張られるので。 アーチがどうしても上がってきちゃうっていうのがあって、つまり、まあ、じゃあ背伸びをいっぱいすれば、アーチが上がってくるのかなっていう期待があったりとかするんですけども、まあなんていうか、あのー、足をペタンって下ろした瞬間にまたアーチが落ちてるってことがほとんどなので、まあこれもですね、ウィンドラス機構を持ってしたとしても、一瞬アーチは上がるんだけれども、えー、アーチが上がった試しがないっていうのは、まあちょっとしょうがないのかなっていうふうに思ったりもします。で、えー、その代わり、まあ、 タオルギャザーが全く意味がないっていうふうにまあ思わないでほしいんだけども、まあ、アーチに関してはあの上がってこなかったというのがまあ僕のまあ少ないね、20年ぐらい以上のまあ臨床の結果なんだけれども、タオルギャザーって足の指をね、いっぱい使う運動を毎日させてると、えっとね、なんかね、 足がしっかり地面についてる感じがするっていうふうにカズさんは言ってくれますね。まあ自分自身でもあのタオルギャザーずっと毎日やったことがあったので、えー、その感想を言ったとしてもなんかね足の指がちゃんと使えてるっていうのは非常にこう歩きやすくなってるし、えー、ぐらつかないし、えー、スポーツ選手にはとてもあのいい効果があるじゃないかなというふうに考えられます。えー、実際にですねなんていうかあの本来は まあほぼほぼ指と同じようにこうやってね動かせるる筋肉がついいいててはずだっていうう風に言う先生もいますよねでそれから手が切断しちゃってもう足の指だけでね料理を作ったり鉛筆で何か書いたりするっていうのが昔そのドキュメンタリーで見たことあるんですけども本当にねあのー、両手がないもんだから両足を使って包丁でトン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 ってやって。 やっ,たや,やったりだとかあの鉛筆で何か書いたりだとか消しゴムで消したりだとかね足でやってるの見たことあるんですよだから何て言うか、まあ、手の指同様になんかこう動か本来は動くんだけど 使っってなないいうちちに退化しちゃたたみたいなねまあ、器用な動きができるはずなのにできなくなっちゃってるというか、まあ、靴下とか靴で守られちゃってて、えー、足首全体で動かそうとしてしまったりするじゃないですかなので一つ一つのこの指を器用に動かせるだけの筋肉っていうのがあるんだなっていうのをまあ小学校とか中学校の時にそのドキュメンタリーを見ながらあの思ってたのがあ,のあります。なので 器用に本来は指がね動くはずなんですよなんだけれども、えー、使わないがためにまぁ、あ、ちょっと退化してきちゃってっていうことなんですよねだから本当は、えー、足の指アーチがちゃんとあった方がいいしこのアーチっていうのも3つ差しあるじゃないですか、えー、内側縦アーチ外側縦アーチそして、えー、横アーチっていうのもありますよねで そ,のそれぞれのアーチってやっぱり必要なものでハイヒルとか入っちゃうと横アーチが潰れちゃって、えー、第二ラ緯病みたいなことになっちゃったりしてね、まあ、それから、えー、なんか神経を圧迫しちゃって、えー、灼熱があの指先に出てるだとかそういったことも起こってくるじゃないですかなのでまあなんていうか足の足のですね測定をもうちょっともうちょっとこう極めてもいいんじゃないかなというふうに思ったりもするんですが一回アーチが起こっちゃうと、えー、復活しにくい。 っていうのはまあ臨床経験が豊富な先生だったら、まあ、納得してくれるんじゃないかなというふうに思いますでもウインドラス機構のほかにですねトラス機構のっていうのもあったりしてですねこのトラス機構っていうのがあってトラス機構っていうのは、まあ、測定筋膜ににによよよってててアーチがが潰れれくくいうしるるあんですよただ、えーまあ、この本にはアーチが潰れないようになってますって書いてるんですがアメリカの医学部で勉強してきたのは潰れない方が異常だと。 潰れアーチがあるということは潰れてクッションの役に立ってるんだよっていう話を教授にしてもらいましただからアー,チのアーチがあるっていうのはまあ体重を乗っけるからアーチが少し潰れてえこのバネみたいにですねえ足の骨がですねバーンってなんかこう。 刺激で壊れないようになってるんだっていう話だったんですよ。だから、まあ、扁平足の人なんていうのは、それがもう潰れちゃってる状態なので、まあ非常にしょうがないかなっていうふうに思うんですが、じゃあなんで潰れちゃうのかっていうとですね、これが足の向きによって変わってくるらしいんですよ。えー、足のですね、親指の方に向けて体重が落ちていくと、これ、かかとがついて、つま先がついて、で、その親指の方に体重が抜けていこうとすると。 このアーチを保ってくれてるというスプリング人体っていうのがね伸ばされちゃって足がれれていくっていいくうに言われてますねだから体重はですね親指じゃなくて人差し指の方に向かって抜けていかなきゃいけない指1本分なんですけれどもこの角度によって足のアーチが守られるか足のアーチが潰れるかっていう風うに今専門書には書いてますんでそんな微妙なことなんですけれども。 アーチが潰れるとか潰れないっていうのは、まあそういうことから始まってるらしいんです。なので、歩き方から、あの、専門家としてですね、知っておく必要があるんじゃないかなというふうに思います。だからまあ、かかとをついて、若干外向きで、あの、つま先はあっていいんですが、その時に親指に抜けるんじゃなくて、人差し指に抜けるように指導しなきゃいけないっていうのが、まあ細かく言うとですね、えー、まあ選手はそんな言うことを聞いてくれていると思うんですが、まあなんというか、それが一応セオリーになってるっていうふうに言われております。 えー、今日はそのところです。それではまた。